んに例の手紙がまた届きましたよ。何なのそれ。あ、フォーリーさん。キヨに手紙なんて珍しいわね。遠くの知り合い？知らない人。あなたの囚人より。変でしょ。ここ3日くらい毎日届くんです。内容もちんぷんかんぷん。何が言いたいのかさっぱりわからないの。誰かのいたずらかしら。うん、隅に置けないわね、キヨも。ん？恋文よ、恋文。随分とナルシーな文章だけど、かなりキヨに参ってるわね、その人。キヨの囚人か。ジューマじゃなきゃいいんだけどね。え？ごめんごめん、冗談よ。ほらほら、もうちょっと力入れろ。ぬっくぅー。カウくん。え？その唇、応答の身にも似て麗しく、その瞳、白百合の花弁に漂う朝露にも似て。それ、何だと思う？さあ。何かの暗号じゃねえか？あ、なになに。あの日あなたの放った矢は我が胸を貫き、生涯抜き取ることはできないでしょう。おめえ、いつ人の命狙ったんだ？そんなことしてません。そうだよ、キヨが人殺しなんて。ってことは濡れ衣か。さあ、僕にはわからないけど。とにかくこいつ相当キヨのことを恨んでやがるぜ。そうなの？おめえバカが。これはどっから見たって殺人の予告状だろうが。よく見ろ、ここにちゃんとあなたのハートを奪うって書いたんだろう。それって殺すってこと？おう、心臓ぶすりよ。この命を捧げたい。あなたのためなら死ねる。こいつはきっと、キヨに復讐するためなら刺し違えたって構わねえって意味だな。どうしよう、エレネ。心配すんな。殺し屋の一人や二人、あたいらの準備運動には持ってこいってもんだ。キヨ、大丈夫だよ。きっと僕たちが守ってあげるから。あ、キヨ、どうしたの？知らない、カオ君のバカ。キヨ、最近機嫌悪いな、あいつ。ガウ君、どうして気づいてくれないんだろう。あ、俺の手紙が彼女にため息をつかせている。今宵の俺はアシュリアーナ一の幸せ者だ。嬉しいよ。まだやってんの、あんたたち。おい、見ろ。日増しに募る我が思い、あなたの心をつかむ術を知らぬこの手が歯がゆい。敵は相当イラついてるぜ。今にもぶち殺したいって言わんばかりだ。はいはい。エレネ、見て。な、今日届いたやつ。今すぐあなたを連れ去ってしまいたい。誘拐の予告か。来るかな。ああ、多分な。今夜あたりが山だ。うん。いい加減にして。誰か配達行ってくれないかしら。はい、私行きます。キヨ、キヨ、待ってよ。ついてこないで。何言ってんだよ、誰かが守ってなきゃ危ないじゃないか。私だってこう見えてもセプティアなんだから、年下のガオ君に守っていただかなくても結構です。そんなこと言ったって、僕もエレネーにきつく言われてるし。だから。エレネー、エレネー、
エレさんに言われたからついてきてるわけ。だったらエレさんを守ってあげたらいいでしょ。キュオ、あれどこ行っちゃったんだろう。ガウ君、いい加減に。やだ、本当に。何をやってるんだ俺は。落ち着け、彼女は手紙を読んでくれてるはず。さりげなく声を。いやギョーザ手紙読んでもらえました。ちょっと待ってくれ、俺の乙女よ。助けて、変な人に追われてるの。なんだって。そこの星、先ほどの乙女はなんと。いや、なんでも変な人に追われてるとかなんとかって。何、変な人、俺何やつ。大丈夫か。あなたはご安心なさい。あなたの恩義はこのホワイトライトニングが一命を賭してお守り申します。あ、いたいた。あれ、キュオ、その人誰。貴様が彼女につきまとう怪しげな輩か。ちょっと何なんですか。あなたは黙れ。変質者不正に気安く名乗るホワイトライトニングではないわ。ホワイトライトニング、何かの誤解よ。お願いやめて。それじゃあなたがあの手紙の。うん、ご迷惑とは存じたのですが。ってことはあなたがキュオの命を狙ってるんですか。あ、ガウ君、そうじゃなくて。命を狙う、何の話だ。まさかあの手紙を。そんな俺の思いの丈の詰まった文章を他の男に読まれるなんて。彼はもしかして手紙を。ごめんなさい、見せたくて見せたわけじゃないんだけど。いいんです、キヨさん、あなたは悪くない。悪いのは貴様だ。決闘だ少年。明日正午、クルダ第三コロシアムにて待つ。逃げることまかりならんぞ。なんでそうなるんだ。